どうも、ブヒケンです。そして、バッチリ笑顔のチマビッチです。今日は、明日、月曜日でお休み。日曜日の仕事も終わって、今から晩ご飯になります。木、金、違うな、金、土とお酒を抜きましたんで、日曜日のお仕事が終わった瞬間から私はもう月曜日の休日になるので、2日間禁酒して、サウナ参りました。これは今日は美味しいですよ。そして、冷蔵庫にはあった、お肉ですね、適当に切って適当に焼いて、あと塊のベーコン、これも食べちゃいましょう。これつまみで今日はハイボール1杯だけ。そして2杯目からは待ちに待ったこいつです。よし、2日間我慢したから美味しいですよ。では言わせていただきます。あ、これチマの薬ね。なかなか焼けない。しょうがないので、もう私は今これをつまみにハイボール、そしてチマはこれを食べてる待って、焼けないんだよ、なかなかもうちょっとだぞチマ、もうちょっとで焼けるからな。今日はタレと塩を用意しました。あとブラックペッパー、これはチマのお皿。スーパーでね、特売の時に買っといて冷凍しといたお肉です。それとベーコンも、今日の朝から解凍したんで、早く焼けないかな。焼き上がりましたね。ちょっと置いといて、よし、ウィッチマン先に、あらー、ウィッチ、ウィッチマンのは細かくしてちっちゃくね。ウィッチね、ウィッチ、いや、父ちゃんも食べてみます。うめえ、うめえな、チマ。はい、犬まっしぐら、はい、どうぞ次の焼けるまでちょっと待ってよ。いやー、ベーコンがいいよ。ベーコンクソうまいっすよ。炙っただけ、炙ってちょっと焦げ目がついて、そのままパクって最高。いやー、ちょっといいね。ベーコンってこう焼くだけでうまいよね。ということで、そろそろ本題に入りましょうか。タンバリュウ木本さん、美味しいですよね。2日ぶりです。ご無沙汰してました。よっ。いや、これ、ほんと左手だと、次、次右。いやー、久しぶりっすよ。いただきます。うまい。うまい、やっぱり。これうまい。いやいや、ベーコンうまいですよ、ベーコン。クソうまい。日本酒に合う。ほんで。やばいなぁ。待ってる。だからお前、チマ、お前は牛肉食え。ベーコンはな、ちょっと塩がな、多いから、犬にはダメだった。はい。はい。どう？おいちい。おいちね。落ちた？食事も終わりまして、場所を移動しました。台風なはずなんですがね、なんか止んでますよ。このちょっと酔った体に心地よい、冷たい風が入るんで、ここで、ちょっと夜の更けるのを楽しみます。このまま止んでくれるといいな。止まねえのかな。